または、ハートレー第二彗星は、約6.5年周期で太陽に接近する、木星族の短周期彗星である。1986年に、マルコム・ハートレーが、オーストラリアのサイリング・スプリング天文台にある、UK シュミット望遠鏡にて発見した。直径は1.2から 1.6km と、推測されている。探査機ディープインパクトの延長ミッションであるアパキシー。 計画の一環として、フライバイの対象になり、同探査機は2010年11月4日に、ハートレー第二彗星に 700km まで近づいた。2008年のスピッツァー宇宙望遠鏡による観測では、彗星の核の半径は0.57プラスマイナス 0.08km、アルベドは0.028である。彗星の質量は、最大で 3011kg と推定される。 水星は将来壊滅的な粉砕や核の崩壊が起こらず、現在の質量の減り方が維持されれば、27世紀までに100回出現するはずである。2010年の接近の際にアレシボ天問題のレーダーにて観測した結果、水星の核は非常に細長く18時間で回転していることが分かった。エポキシ計画のプロジェクトマネージャーのティムラーソンは、 水星の核について、ボーリングのピンとピクルスの間のような形だと表現している。地球の軌道の近傍を通過したにもかかわらず、これを起源とする流星群については未だに観測されていない。しかし、将来的には観測される可能性がある。ハートレー第二水星の直近の接近の際に出た、チリの帯は地球の軌道付近を行き来する。そして百七十九年に出た、 チリの帯が2062年もしくは2068年に観測されると予想されている。2011年、ハーシェル宇宙望遠鏡による水星本体及びコマの観測の結果、水星の水素の同位対比が地球の海水における水素の比率と非常に近いことが判明し、地球の水の由来について一石を投じている。水星は2010年10月1日に、 カシオペア座の NGC281 の近くを通過した。10月7日の新月の夜から10月14日までの間にペルセウス座の二重星団の近くを通過した。10月20日に地球に 0.12au まで近づき、10月28日に近日点を通過した。この接近により月の光に邪魔されなければ、11月上旬までは真夜中に、 魚車座の三回星団群の近くで見えたであろう。その際には双眼鏡を使用すれば観測の助けになったであろう。2005年にテンペル第1彗星を撮影した探査機リープインパクトは今度はハートレー第2彗星の観測に利用された。元々の計画ではボーティン彗星をフライバイする予定であったがボーティン彗星は1986年以降 観測されたことがなく、フライバイをするために必要な精度で軌道を計算できなかった。NASA は探査機の目標をハートレー第二彗星に切り替え、2010年11月4日にフライバイして撮影を行った。2010年の近日点通過後、重力以外の力が加わらなければ、次は2017年4月20日に近日点を通過すると計算されている。 ハートリーの日本語表記には、ハートレイのほか、ハートリー、ハートレイがある。英語での発音に最も近いのは2番目だとされるが、彗星に関しては、一般的に1番目または3番目が用いられている。国立天文台のウェブサイトでは3番目の、ハートレイ、日本のマスコミや科学雑誌ナショナルジオグラフィックの日本、5番サイトなどでは1番目の、ハートレイが用いられている。 ありがとうございます。